STMicroelectronics が送る STM32 開発エコシステムによる開発実習第3弾 UART 実習編です通信ポートとして広く普及しさまざまな通信モジュールや PC との連携にも使える便利な UART を動かすプログラム実装体験をしていただきますそれでは始めましょうこの実習では UART の割り込み機能を使った PC カーの UART ループバック操縦信を実現いたします PC とは SELINK の USBUART 変換機能を通して通信します使用する機材はニュークレオボードと PC 上で実行するターミナルソフトのテラタームです GPIO 実習の時と同じように CubeMX を開きます GPIO 実習でご説明した通り CubeMX はプロジェクトを作るにあたって3つのアプローチがあります今回の UART 実習では2つ目の STMicroelectronics が販売している STM さんに評価ボードの中から選択して始める方法を使います。c u b e x の初期画面から、ニュープロジェクトにある3つのボタンのうち、2番目の Access to Board Selector をクリックし、ポップアップされたウィンドウ左側のフレーム内にありますタイプは NewCleo64 を、シリーズは STM さんに F4 をそれぞれ選択します。 そうしますと、右側のフレームにフィルターによって絞られたボードの一覧を見ることができます。その中の n ュ w c l e o F401RE をダブルクリックします。ボードを選択してダブルクリックしますと、図に示すポップアップが表示されます。これは、ボードで使われているペリファラルに合わせた設定を適用するかの問いになっており、ここでは OK を押してボードに合わせた設定を適用します。 OK を押しますと、すでにいくつかのピンが設定済みの状態の画面が開きます。GPIO 実習の時に設定していたユーザースイッチや LD2 のピンのほか、デバッカの端子、外部クロック入力端子や本実習で使う v ットピンが設定されています。では実際にボードを選択して開いてみましょう。はい、ではプロジェクトを作っていきます。 今回ボードをセレクトして始める、この2つ目のアクセストゥーボードセレクターをクリックします。そうしますと、ボードを選択するポップアップしたこの画面が出てきますので、タイプですね、ニュークレ64。こちらをクリックしていただいて、シリーズはですね、STM32F4 をクリックしていただきます。こちらです。 そうしますと、ボードが4種類出てきます。ちょっと紛らわしいのですが、一番上の F401 を選択していただきます。他のですね、410や411ではないので気をつけてください。一番上のニュークレオ F401RE を選択してダブルクリックします。そうしますと、ペリファラルの初期化をしますかと、デフォルトの設定初期化しますかってことでイエスをします。そうしますと、 あらかじめもういくつかのピンが設定された状態の画面が開かれます、えー。クロックと UR と GPI の時に使っていた LED につながっている LED2 のピン、PA5 ですね、えー。その他ユーザースイッチの PC13 がもうすでに設定済みです。その他デバッカーとしての、えー、ピンがいくつか設定済みの状態で、えー、画面が表示されています。 それでは UART の細かい設定について行います。今回使用するのは US Art2 です。STM3 2は非同期通信である UART のほか、同期通信も行える US Art を搭載しており、今回 US Art2 は UART として既に設定されています。左側のフレーム内にあります、Connectivity から US Art2 を選択し、m o d e c o n f i g u r a t i o n ウを開きます。 次に、コンフィグレーションウィンドウ内のエルミックセッティングスタブを開き、USR2 Global Interrupt の Enabled にチェックを入れ、USR2 の割り込みを有効化します。今回、設定変更は行いませんが、u r t 通信に必要なボーレートやビット帳、パリティビットの設定などは、パラメータセッティングスタブ内にあります。すでに 115.2kbps、8bit、パリティなし。 トトッップビット1が設定されています。もし PC との通信速度や設定を変えたい場合には、ここを変更します。これにより、棒レートを設定する際の複雑な分周比を計算してレジスタを設定するコードが自動的に生成されます。変更するパラメータのヘルプを見たい場合には、パラメータを選択後、右上にあります、i のマークをクリックしていただきますと、下部にパラメータに関するヘルプが表示されます。 最後に GPIO 実習でも行った NVIC の詳細設定を行います。左側のフレームからシステムコアを選び、その中の NVIC を選択すると、モードコンフィグレーションウィンドウが開きます。先ほどの設定ですでに USR と2の割り込みは有効化してありますので、システック割り込みを優先させるため、サブプラウティを1に設定し、割り込みの優先度を下げます。 この数字の値が大きくなるほど優先順位が下がることはもうすでにご存知ですね。では、ここまでの流れを実際の画面で見てみましょう。では、UART の設定を行っていきます。コネクティビティグループの中の USART2 を選択します。選択しますと、モードコンフィグレーションのウィンドウが開いて、モードがもう ユアーのアシンクロナスセッティングになっています。その中の NBX ターセッティングスを、えー、開きまして、グローバルインタラプトをイネーブルにします。ユアーの通信速度のパラメータとかですね、こちらのパラメータセッティングスの中にあります。えー、ベーシックパラメータでのボーレートとかですね、す、え、べ、ー、て初期化済みです。 もしですね、このパラメータ変更したい、その時のヘルプが欲しい場合には、こちらの i のボタンを押していただくと、下にですね、パラメータのヘルプが出てきます。で、次に NVIC の詳細セットをしていきます。先ほど言う後の設定で、設定済みですので、もう割り込みが有効になっています。 システック割り込みを優先度を上げたいので、USR と2の割り込みの優先度を下げるために0から1に変更します。ここまでの設定でマイコンの設定は終了です。この後は生成するプロジェクトファイルに関する設定を行っていきます。 画面上部にあります、プロジェクトマネージャーをクリックして開きます。まずはじめに、プロジェクトの名前を設定します。プロジェクトネームにプロジェクトの名前を設定し、プロジェクトロケーションには、プロジェクトを保存するルートディレクトリを設定します。ここで重要な注意点です。プロジェクト名や、プロジェクトを保存するフォルダのパスに、全角半角スペース、漢字カナなどの2バイト文字を含めてはいけません。 使うツールによってはパスが通らなくなり、プロジェクトをビルドする際にエラーになることが報告されています。次にコード生成時の詳細設定を行います。画面左側の上から2番目にあります、コードジェネレーターをクリックします。デフォルトではビルドに必要のないすべてのファイルをプロジェクトフォルダにコピーする設定になっており、プロジェクトを作るたびに膨大な量のファイルが複製され、PC のストレージを圧迫することになります。そこで、 最上段設定2番目の Copy Only Necessary Library Files に変更し、不必要なファイルのコピーを防ぎます。これで初期化コードを生成する準備がすべて整いました。設定してこなかった細かな内容に関しましては、Bet CubeMX のユーザーマニュアル等をご紹介しますので、そちらを参考にしていろいろ試してみてください。では画面右上にあります Generate Code をクリックします。 しばらくしてコード生成が完了すると、生成されたプロジェクトファイルを設定したツールチェーンで開くか、フォルダを開くか、一旦終了するかの選択肢を尋ねてきます。EWARM を使って開くので、オープンプロジェクトをクリックして開きます。ここで念のためビルドが通ることを確認します。EWARM のプロジェクトメニューから、すべてを再ビルドを選択し、ビルドします。 UART 実習では3つのプログラムを実装していきます。1つ目はユアート割り込みの状態を監視して受信と送信のタイミングを制御するメイン関数処理で、2つ目と3つ目はユアートの送受信完了割り込み処理です。それぞれ詳しく見ていきましょう。まずメイン関数処理です。メイン関数内ではマイコンの様々な初期化を行い、UART が目的の動作をするように設定します。 その後、UART ステータス変数を0に初期化後、UART 受信を開始し、UART 割り込みによって値が代入されることをループ処理にて監視し、送受信を行います。UART ステータス変数が1になった場合、PC からのデータを受信したことを示しており、UART ステータス変数を2に変更して受信したデータを送信します。その後、送信完了割り込み処理によって、送信完了を示すさんが UART ステータス変数に代入されることを監視します。 予アーしてたン数が3になったことを確認できたら送信完了ですので、再度予アーしてたン数を0にし受信を開始します。次に受信完了割込み処理です。受信完了割込み処理では、PC から送信されてくる1バイトのデータを受信した際に、予アーしていたン数に1を代入するだけです。実際の受信したデータは、 受信監視の関数の引数で指定したバッファに入力されています。送信完了割込処理では、PC へ送信する1ワイトのデータがバッファから送信された際に、ルアートステータス変数を3に代入するだけです。続いて、実際のコードを記入する際の重要な注意点をご説明いたします。CubeMX で生成されたコードには、ユーザーコードビギンとユーザーコードエンドの コメントの記載があり、このコメント文の間にのみユーザーコードを追記することが可能です。このルールにのっ,とって追記したユーザーコードは、GPIO の設定等を変えたなどなどをして、再度 CubeMX にてコード生成した場合でも保護されます。逆に、このコメント文の範囲外の部分にユーザーコードを追加したり、CubeMX で自動生成されたコードを編集しますと、再度コードを生成した際に、 追記したコードは消えてしまい、変更した部分は全て元に戻ってしまいます。なお、ユーザーがこのコメント文を模倣して記入しても、コード再生成時に消えてしまいますので、必ず生成されたコード内のコメント文の間に追記するようお願いいたします。では実際に、main.c ファイルにコードを追記していきます。お手元の資料からコピーして入力すると簡単です。説明のため、 スライドを分けてある箇所がありますが、コピペ用のまとめたスライドも設けてありますので、コピペの際にはそのスライドから行ってください。まず追記箇所1箇所目です。ユーザーコードを begininclude ンン、ユーザーコード endinclude の間に追記していきます。今回 PC との送受信データに ASCII 文字列を使いますので、string.h を include します。追記箇所2箇所目です。ユーザーコードを begin0。 ユーザーコードエンドゼロの間に追記していきます。ユ a アート割り込み判定のための変数であるユーアートしてた変数を追記します。用途のアンダースコアは2つですので気をつけてください。W アンダースコア IO はボルタル宣言のマクロです。また、送受信データを格納する8バイト分のバッファのユ a アートバッフを追記します。次箇所3箇所目です。ユーザーコードビギンさん。 ユーザーコードエンドさんの間に追記していきます。実際のメインループ処理を追加します。y o r o してた線数を初期化後、送受信バッファーをクリアし、受信を開始後、y o r o してた線数を監視して分岐するコードを追加します。h a r d y r t レシーブ IT はユ o u r t 受信管理割り込みを発生させるユ o u r t 受信開始のための関数で、第1引数に使用するユ o u r t ハンドラを 第2引数に受信するためのバッファーを、第3引数に受信バイト数を与えます。次箇所3箇所目の続きです。春ルユアートトランスミット IT は、u a ー送信完了割り込みを発生させる u a ー送信開始のための関数で、第1引数に使用するユアーハンドラを、第2引数に送信するデータの格納されたバッファーを、第3引数に送信バイト数を与えます。 コピペ用のスライドです。追所を4箇所目です。ユーザーコードビギン4ユーザーコードエンド4の間に追記していきます。こちらには UART 送受信管理割り込みコールバック関数処理を追記していきます。まず最初に UART 受信管理割り込みコールバック関数処理を追記します。どの UART からの受信管理割り込みかを判断し、 UART ステータス変数に1を代入するコードです。次箇所4箇所目の続きです。UART 送信完了割り込みコールバック関数処理を追記します。どの UART からの送信完了割り込みかを判断し、UART ステータス変数に3を代入するコードです。コピペ用のスライドです。追記が終わりましたら、 プロジェクトメニューの中ほどにあります、Make を選択してビルドします。ビルド完了後、エラーやワーニングないことを確認します。ビルドが完了しましたら、お手元のニュークレボードを PC と接続します。 接続されると、ボード右上にある LD1 が赤色に点灯し、ボード中ほどにある LD3 も赤色に点灯します。では実際にボードに書き込んでデバッグしましょう。プロジェクトメニューからダウンロードしてデバッグを選択し、ボードにデータをダウンロードします。ボードと通信中、LD1 が点滅します。ダウンロードが完了すると、デバッグモードに切り替わります。 ボードの LD1 は緑色に点灯します。準備ができましたら実行しましょう。PC のキーボードの F5 キーを押すか、EWA ームのデバッグメニューを開き、一番上の実行をクリックします。次に PC 側のテラタームの設定を行います。テラタームを起動すると、接続先を選択するウィンドウが開きます。下の段にあるシリアルを選び、ポートは、 STMicro Electronics ST Link Virtual c o ポートを選択します。選択後、OK を押しますと黒い画面になると思います。ポートの設定を行うために、設定メニューのシリアルポートを選択し、スピードを1時5 2 0 0になっていることを確認します。設定が終わりましたら、黒い画面に戻りますので、何かキーボードで文字を打ち込んでみてください。 打ち込んだ文字が表示されれば正しく動作しています。それでは実際に操作してみます。はい、実際に動かしています。ビルドが終わって、ワーニングエラーが0になっているのを確認できましたら、ダウンロードしてデバッグを押してですね、ダウンロードして実行します。どちらのボタンを押しても構いませんので、ダウンロードしてください。その後ですね、 デバッグメニューから、一番上の実行、もしくは同じ白色のですね、ボタン右上にありますけども、こちらを押しても実行が可能です。レはマイコンを実行します。プログラムが動いている間は LD1 の LD が点灯して、点滅してると思います。次にテラタームを立ち上げます。 立ち上げると接続先を選択するウィンドウが開くので、シリアルを選択して、ポートはですね、STMicro の STLink のバーチャルコンポートを選んで OK を押します。その後ですね、設定メニューを開いて、シリアルポートの設定を開きます。スピードがですね、CubeMX 設定した15200、115.2kbps になっているのを確認して、こちらをクリックして閉じます。 一旦ですね、テラターム右上の方にちょっと追いやりまして、キーボードをお見せします。ちょうどですね、下のキーボードでポチポチと押していきますが、それに合わせてテラタームの文字が入力されているのがわかると思います。皆さんもですね、文字表示していますでしょうかここまでですね、動かしてみてください。 取りながらなので、ちょっと手の動きが変ですけども。はい。でですね、一旦ここで、えー、EWM の方でデバッカーで一旦ブレークかけます。えー、マイコンを止めるってことですね。で止めた上で、キーボードの入力を再度行うと、あれ、えー、文字が出ません。えー、そうですね。えー、マイコンを止めてますので、ループバック通信が止まってる状態です。 再度実行をかけますと継続してそのまま動き始めますので、文字が、そうですね、入れたのが表示されます。実際にユーザーアプリケーションに追加した際に使ったハルドライバーの簡単なご説明をいたします。まず一つ目は、ハルユアートトランスミット IT です。ユアート送信完了割り込みの発生を伴うユアート送信関数です。 こちらの第1引数には、UART のハンドラを指定します。第2引数には、送信データを格納しているバッファを、第3引数には、送信サイズをバイト数で指定します。二つ目は、h a l u a r t Receive IT です。UART 受信管理割り込みの発生を伴う、UART 受信関数です。こちらの第1引数には、UART のハンドラを指定します。第2引数には、受信データを格納するバッファを、 第3引数には受信サイズをバイト数で指定します。最後は、はる URT RX もしくは TX、Complete Callback です。CPLT は Complete の略です。URT の受信もしくは送信完了割り込みの発生時にコールされる関数で、第1引数にどの URT からの割り込みだったかの情報が確認をされています。実際のドライバのソースコードは、 プロジェクトを保存したフォルダにあるドライバーズディレクトリー内の s t m 3 2 f 4 x x h るドライバーフォルダにあります。ドライバーの使用方法に関しましては、該当のソースコードやヘッダやコメント文、またはウェブに公開しているユーザーマニュアル1725番 UM1725 にてご確認ください。資料にはウェブリンクを埋め込んでありますので、クリックして参照してください。 では最後に動いたままのボードを止めてデバッグを終了します。EWARM のデバッグメニューからデバッグの停止を選びデバッグモードを終了します。その後 EWARM も CubeMX も終了させます。実習していただいた感想はいかがでしょうか比較的簡単に動作させることができたかと思います。 STM32 マイコンは各種のソフトウェアが準備されています。次のスライドに STM32 マイコンのインターネットで入手可能な便利なリンクをまとめましたのでご活用ください。これで UART 実習編を終了します。続いて SPI 実習に入ります。STM32 開発エコシステムによる開発実習、 SPI 実習編を開いてください。